朝秋川は、三重県北部を流れる河川。二級水系の本流である。中流域鈴鹿山脈の釈迦が竹に源を発し、鈴鹿国定公園に含まれる、友明渓谷を刻みつつ丘陵地に出る。上流部には、明治期に、オランダ人義士、ヨハニスで、霊家の指導のもと築かれた、オランダ園庭や、ワダルミ園庭と呼ばれる、砂防園庭群があり、 国の登録有形文化財に登録されている。また1907年開設と県内の発電所では、最古の中部電力蓄砂水力発電所がある。中流域の多くが砂底。小物町北部を北投流しながら電光川などの支流を合わせ、四日市市に入ってからはむね東流。下流部で川越町を流れ、伊勢湾へ注ぐ。川口一帯は、 工業地帯で、川口砂岩に、中部電力川越火力発電所がある。友明の名は、和明小伊勢国の孔に、友明軍として見える。統制中の日本穂高が当地で夜明けを迎え、友明川の水で口をすすいだことから川の名がついた、とする伝承もある。下流部の、川越町は、明治期の松村政志向にあたり、 友も川を挟んだ南北の村々が川を越えて合併したことにちなむ。みんなで守ろう。生かそう。三重の文化財情報データベース浅毛川砂防園庭。1998年9月2日登録。石造連遺失見園庭。対象期建造。三重県教育委員会事務局社会教育文化財保護室。 2015年5月11日閲覧。みんなで、守ろう。生かそう。三重の文化財。情報データベース。浅毛川砂防園邸。1998年9月2日、登録。石造空席席園庭。対象期建造。三重県教育委員会事務局社会教育。文化財保護室。2015年5月11日閲覧。みんなで、守ろう。 いかそう。三重の文化財。情報データベース。猫谷第一園庭。1998年9月2日。登録。石像空席席園庭。対象期建造。三重県教育委員会事務局社会教育。文化財保護室。2015年5月11日閲覧。みんなで、守ろう。いかそう。三重の文化財。 情報データベース、猫谷第2園庭、1998年9月2日、登録。石像空席席園庭。対象期建造。三重県教育委員会事務局社会教育、文化財保護室。2015年5月11日閲覧。ありがとうございます。